早咲きの桜として知られる河津桜が有田町で見頃を迎え、可憐なピンクの花が訪れた人を魅了しています。濃く鮮やかなピンクが目を引く河津桜。有田町の深川製紙が運営するチャイナオンザパークでもおよそ100本の桜が見頃を迎えています。この河津桜は2012年静岡県河津町から取り寄せられたもので、早咲きの桜を一目見ようと多くの花見客が訪れています。綺麗。もうちょっと咲いてないと思ってたんですけど、結構咲いててびっくりしました。今年は暖冬の影響で例年より2週間ほど早く咲き始め、現在8分咲きとなっています。天気次第では来週まで見頃が続くということです。